お酒は好きですか？酒めっちゃ飲む。毎晩飲んでるから。このチャンネルでも、うん、よく出ている酒屋さんがあるんで、あ、そうです。そこにちょっと移動して、はいはい、ちょろっと飲んで飲んでいけたらなと思います。なるほど。まあ、ちょっとチャンネルのことも、はい、飲みながら聞いていければと思いますので、はい、行ってみましょう。はい。はい、あ、まあ、あの酒って書いてあるあそこなんですけど。今工事中かなんか。工事中ですね。あ、工事中。まあ、普段こうテーブルとか出てるんですけど、ちょっと多分天気が微妙なんですよ。あ、なるほど。うんうん、うん。この辺で。あ、いいじゃんいいじゃん、なんか最高じゃん、なんかロケーションもすごい雰囲気あるじゃん。ちょっとアポは取っておりませんけども、あ、そうです。いつでも出てくださってるので、あ、じゃあ最初生ガラ、はい、いいですか。はい、生ガラの、いや、いいとこですね。この時間から飲むのがいいんですよ。最高ですね。贅沢ですね。あらら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 、すいません、いただきます、ありがとうございます。じゃあちょっと一杯目ビール届きます。はい、いただきます。お願いします。すいません、いただきます。はい、乾杯。あ、このロケーションいいくないですか。最高だね。この山と川、うん、山と川、まあうちもあるけど、こういうね、なんかこう涼しげなところはないわ。チャンネルとしてはどういう感じでやるとかあるテイスト、まあいろんな企画はこの三平さんがいろいろこのインターネット媒体を使っていろんな情報を発信しよう。じゃあ本格始動はこの2年。そうですね、まともに。うちもやっと3年目とつい、ああ、そうですか。まあうちの方は船下りだったり山形県の観光地全体的なものをピックアップして紹介して、紹介するついでにあわよくばうちも紹介してもらおうなんて下心を出しながら、いろんな観光地を巡って先導役者がご紹介します。なるほど。じゃあ僕はまあただ体張ってるだけなんですよね。大体だいたいこの格好で全国の船下り行こうと企んでる感じなんですよ、これ。ちなみに今のところ一番遠くてこの格好で横浜のボートショーに出ました。もうボートショーの会場でこの格好で歩いてました。この格好でうろうろしてこちらの船はどういうタイプなんですかとかこの聞きながらね、ボートショーなんてあるんですか。そうですね、年1年に1回モーターショーってあるんじゃない、車の、はいはいはい、あれの船バーンです。船バージョンです。船バーン面白そう。もうだから横浜はこの格好で歩いたから怖いものないですよ。ほんとそう。カップラーメンを作るとこもね、そう、カップヌードルミュージアムってカップヌードルミュージアム動画あります。あります、ある、ある、はい、これで子供たちいっぱいいる中、全く同じもの。基本的にはね、お祭りですかって言われちゃうんだけど、チャンネルあずみのお客さんってのはどういうふうにして捕まえてるの。YouTube のチャンネルでってことですか。もちろんその YouTube のチャンネル登録者数。あ、けど結構勉強しましたよ。なんか作戦みたいなのあんの。あります、あります。やっぱチャンネルとして見やすくないと、見やすくないダメかなと思ったので、うん、このチャンネルが何なのかっていうのは絶対明確に。だから厚見温泉、このチャンネルは厚見温泉のことしか発信しないしないと、あ、の最初はコンセプトにしてます。いいですね。うちはもうモヤモヤしてますね。モヤモヤ、どれも中途半端。何でもやりますんで、できたらもう何本か行ってもらいたいな。全然行くぜ。ちょっとハッピー脱いじゃおうかな。それもまたかっこいいっすね。ハッピーじゃない、ハッピーじゃない。ああ、今日はちょっと飲んでもらいたいなって。ありがとうございます。飲みっぷりを。ああ、飲む、もうそんな一気しなきゃいけない。40超えてんだからね。俺何歳ですか。44です。44、はい、44歳の飲みっぷりを。なんだこれ。おじさんです。このバンコク屋をバックに。いいですね。これも3年目いいかもしれないバンコク屋さん。あー、すごっ。顔素晴らしいっすね。いや、最高。じゃあ次行きましょう。あ、すいません、行きましょう。次同じやつでいいですか。あ、ビールでいいですか。ビールがいいですね。生美味しい。おじさんです。こっち向いて、おじさん。寒いね、寒いね。写真撮っとこう。横横横横。変なおじさんです。おじさんです。おじさんです。子供たちとか人気あるんじゃないの。あー、けど結構知られてるらしいですね。あんまり分からないですけど。そうでしょう、やっぱり。結構見てくれてる人たちは多いですね、うん、この前のね、私アフロ君と一緒に、うん、花笠祭り踊ったから、はいはいはい、踊った時やっぱりね、写真撮ってくださいって言われるのよ、アフロ君が。
すごいな、あの子の知名度はって、うん、知名度すごいっすよ ね、羨ましい、羨ましい、いやあるよそれぐらい、ああ俺地味っすからね、そんなことないよやっぱなアフロいいっすよね、覚えやすいっていうか、じゃ俺スキンヘッドでもするハゲたらしますよ、ハゲたらね、ありがとうございます、もう全然進んでないじゃない、はい、ありがとう、どうもごちそうさんです、はい、いいですか、ごちそうさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、2杯目いただきましたやってくれそうだし、また力持ってっから、力はないっすよ、力持ってっから、結構旅館の動画も撮るんですけど、うん、しっかり止まってますから、普通にお客さんと普通に止まってんのね、はい、有料で止まってるの、あそうなんだ、俺喋ってて、はい、なるの、なるんじゃないですか、そして一応、まあ、これ言っちゃってもいいかなと思うんですけど、うん、先来る前にぐいぐい進めてみようと思いまして自分で撮っといたんです、あ酒そういうことか、でもね、いつも晩酌はね、あれだね、氷結ストロング、あ、はいはいはい、もうストロンガーなんです、メニメニベアーって何ですか、今いっぱい回すって最初これビール、あ、ビールビアーだった、違うから、神社と案内するときは何て言うんですか、メニメニゴッドちょっといろいろ喋りたいこともあるんで、うん、どんどん飲みながらやっていきましょう、はい、ありがとうございます、酒の失敗なんてあるの、いや、ありますよ、うん、また可愛いやつじゃないの、うん、いやけどそうっすね、そんな、あ、一番分かりやすいので、うん、結構外気持ちいいんですよ、はいはい、で、下半の前に、うん、ベンチャーありますね、はい、もう酔っ払って、うん、でそのベンチに寝転がって、うん、あ気持ちいいなって、でそのまま寝ちゃって、うん、で4時ぐらいに、あやべって中に入ったんですけど、朝携帯と財布を切ったで、うわ、で7時ぐらいにあれ、ね、ない、財布だけ見つからなくて、うわやられちゃった、でやべーと思ったらちょっと離れたところに財布が投げ捨てられて、財布だけあったと思ったら、さすがに中身はみんななかったです、あーやっぱそうなんだ、狙われちゃうからね本当、去年うちの地元のカムロスキー場っていうスキー場にキャンプ場がある、そこで泊まりのキャンプの動画撮ったんです、はいはいはい、で先導役者結構酔っ払ってて、夜雨ガーって降ってきたんです、ちょっとテントじゃあれだから車の中で続きにで飲みますかっていう話になって、でも前2人こうグロッキーでこう横になって寝そべってたんですよ、でも先導役者1人だけ元気だからもっと飲みましょうよなんてテンション上がるじゃん、それだけテンション上がってるんですよ、テンション上がる、どうしたんですかね、まだおしゃべりしましょうよって言ってカシャってあげて飲んだ、1分後ぐらいに1人でいびきかいてましたから俺もう静かになったんだけど寝だしたよだから今日やって、油の下りはちょっと失礼になっちゃったかなと思ってたから、まあ、確かに俺もなんて言おうかなとは思ったんですけど、うん、メーカーでごまかしました、うん、そうか、あ、そうかそうかそうか昔からのでね、うん、いやいい感じですねちょっとビール以外のことも、はい、いいですか見ていきましょう、うん、一応厚見温泉の地酒はあるんです、はい、厚見温泉の地酒、飲みます、日本酒ってこと、日本酒です、うわ効くな日本酒、日本酒です、日本酒、帰り大丈夫ですか、やばいよね帰り帰り引き酒あっとも出しましょうか、引き酒引き酒ですって、あ、おじさん、だテイスティングぐらいだったら、テイスティングですね、はい、じゃあいきますか、じゃあ引き酒セットということで、このチャンネルでは結構おなじみかもしれませんが、あ、そうなの、飲んでください、よく出てるのこれ、よく出てますかね、2、3本はマヤさん、あ、マヤさん、マヤ姫、ありがとうさん、はい、ありがとうさんね、はい、はい、それではいいですか、ぜひ行ってくださいね、いただきます、じゃあまずマヤさん、マヤさん、さあどうでしょう、どうでしょう、飲みやすい、行くわこれは、グイグイ行くぞ、飲みやすいっすよね、そんな高いお酒ではないんですけど、自分も飲んでて好きなお酒です、うんうんうん、はい、そして、はい、マヤ姫、マヤ姫、こちらは結構女性でもいけちゃうようなお酒です、あ、ちょっとなんかフルーティーな感じ、そう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 、なんか、うちの直樹が一番おすすめしてるやつです、うん、あマヤ姫ね、はい、マヤ姫さんね、え、うん、お、なんか独特の日本酒っぽくない匂いだな、確かに、
うわ、くせない、なんかカクテルっぽいっすよ。そうだね、はいはい、これをちょっとなんか割ってみたいな、なんかおしゃれに飲みたい感じですか。いや、これは本当に人気あって、で、さっきのあのボトルもあの温泉娘って今全国的に展開されてる、話題になってますね。温泉娘、あの温泉地に一人女性を置いて、まあ、擬人化して、あ、温泉には厚見しずるちゃんがいる。いるんだ、そんなのは。厚見しずるちゃんで、マヤ姫は厚見しずるちゃんとコラボということで、あのさっきあラベルね載ってあったね、はい、厚見しずるちゃん、これなんだっけ、これはありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。結構色が強いですね。ん、全然違うやつだこれ。厚みの酒はこっちです。厚みさんこっちをいっぱい飲まないでね。いや贅沢だね。ぜひぜひ。いやいや、聞き酒セット。ああ、ごめんなさい。もう順調に空いてますね。さすがです。次のあのお酒もちょっとちゃんと考えていただいて。こっちはもう全力でもてなしたいので。いじめじゃないのこれ。これもてなされてる感じしないんだけど。俺明日のラーメンしか考えてないんだから。明日またラーメンはしごするんですけど。あのぜひ二日酔いまで持ってってもらってからのラーメンは美味しいっすよ。二日酔いにラーメンはここの下半さんのラーメン。皆さんいかがでしょうか。二日酔いには下半さんのさっぱりしたラーメンいかがでしょうか。飲んでってください。ありがとうございます。いただきます。はい。はい、これもうピッポンの何分経過みたいな感じだから編集的にですか、まあ、うーん、15分かもしれないですけど、15分後ポン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 いきます。ああ何分ぐらいで素材出してる、まあ、素材ですか。素材っていうかその、1本の動画は大体まあ10分から15分目安です、まあ、やっぱそうだね。いやー来ることないからね、ちょっと新鮮だわ、その厚みっていうのは。だけどなんかこうやってコラボをやっぱもっともっとコラボってしたことあるの。まあリュウジ君、リュウジ君、うん、まあミチカさんはまあパッと出たり、うん、あと三浦優香さんもパッと出てくれました。ぜひね、あちらに下半さんっていうラーメン屋さんありますの。ラーメン屋さん、はい、あのラーメン屋さんの店主でございますので、はい、もしよかったら。何系ですか。普通にもう昔ながらの中華そば。昔ながら。それから3代目4代目ですかね。どっかお店の名前ってこと。下半さん、ぜひ。よろしくお願いします。やってますので、ぜひよろしかったらお願いします。さよなら。あっさりしてるな。あっさり商品じゃない本当に。バイバイ、また来てね。ありがとう。ちょっといいですか、なんかもう勢いついちゃったよ。いやいやいや、もうどんどん行っちゃってください。今なくなりました。行きはこれをちょっと片手に次のお酒を。ちょっと日本酒ちょっといいかな。日本酒ちょっときついな。もうだんだん口回ってこなくなってきたけど俺。いやすごい、でも美味しかった。美味しいですよ。ここね、厚みでしかね買えないお酒です。実況もね、あ、これ何他に下ろしてないのかな。はい、厚みだけなんですよ。だけなんだ。地酒は。はあ。海で取れた。マヤさん、マヤ姫。はい。マヤさんが生え抜きで、マヤ姫が地元で、ここ厚み温泉から車で30分山、ここ1000メートル弱のマヤさんっていう山なんです、あって。この生活用水が入らない棚田で作ったお米で作ってます。うわ。みんな貴重なもんもらってんだね。で、マヤさんは酒田の初の。なるほど。マヤ姫は神楽の竹の木。竹のつゆさん、もう酔っ払ってきたからちょっとどれも一緒に感じくれ。お願いしますよ、失礼なんだから。失礼、ごめんなさい。どれもいい感じ。この辺もなんか面白そうなものある。なんでそんなん、これはもう厚みではなく山形、山形ってことだね。ああ、ぜひぜひ。もうちゃんぽんしちゃうの。いや、もうちゃんぽんです。ごっつおしますね。これごっつおしてもらっていいですか。いや、泊まりだったらいいんだけどさ。あの、あ、これ寝れるんじゃないですか、これ。新しくしたばっかりです。新しくしたばっかり。ね、これいいじゃん、これ。ちょうどいいような感じするんだけど。桜のワインっておしゃれじゃない。あ、いいっすね。これなんかグラスになってるのですね。双葉グラス、これいいじゃん、これ、サクランボワイン。おしゃれ。それでは私手に取ったのは、このサクランボワインということで。これは高畑ワイナリー。ワイナリーなの。うん。まあいいですね。口も回ってないほら。ほら、7% ってベロベロになってます。はい。飲まないでくださいね。微発泡ですから。あ、結構じゃあ炭酸あるのね。はい、はい。いいですか。はい。じゃあいただきます。はい、ということで、これね、高畑ワイナリー。はい。あ、飲みます。
もうピリッと酔っ払いですね。まだ全然大丈夫。酔っ払いはよくそうやって言うんですよ。贅沢ですね。最初にコップを持ってる。また船頭役者。皆さん、こっち来い、こっち来い。ぜひぜひ見てください。あの船頭役者さんがよくことしてますんで。はい、くどいチャンネルです。虫食ってます。虫食ってます。体張ってますよ。ぜひ皆さんご覧ください。はい、それでは、桜の見える。これは米沢のジャックフルスマンとか、ジャックスブルワイ。ジャックスブルワイ。やばいじゃん。これ、これでも一番やばいで。でも7%だよ。7%だよ。いつも飲んでるストロングより 2% 低いよ。一番やばいよ。素晴らしい。ああ、全部いった。もうないですよ。これはやばい。今日は生ビール2杯と、日本酒の利き酒にワインをいきました。結構いったんじゃないですか。まだ2リッターぐらいやってないですか。焼き鳥屋さんからかぼちゃもらった。時間差で来るはず。あ、そうか、時間差で。違う話。お母さん時間差で買いに来るって。そう。もう酔っ払いだから。もう理解できない。夜も更けで酔っ払いになってきたからこう闇が出てきた。闇が出てきた目の下に暗くなってきた。ハイミングよかったっすね。いやらしい感じ。一杯なんて言ってたんだから無理なんだよ。来た。あ、どうも直ったんですね。直った状況はよく分かってないっていう。2時間ぐらい飲んでずっと飲んで状況を理解できず焼き鳥を勧められる。はい、ということで、潰すことはできませんでしたが、クイクイ潰すことで潰さないでよ。どういう初めてのコラボで何潰されるってあのゲーム。本当はもっともっと飲みたい。どういうあれなのよ。今日はちょっと、これから戸沢村に帰るということで、こんな感じで終わろうと思います。まあ、せっかく直樹も来てくれたんですけど、だいぶ動画も撮ってきたら今日はいいです。じゃあなんで俺こう。よかったよ。あれ呼ばれた。呼ばれてないわ。なんでここにいた。さっき電話来て。電話したの。まあ、電話来た。暇だわこいつ。ちょっとやってみろということで今日はこんな感じで、終わろうと思います。嬉しい。場所ラインチャンネル、はい、よろしくお願いします。ありますので概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いいたします。いつも高評価、チャンネル登録ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。じゃあね、バイバーイ。人のものはい、人のやつです。完全に自分のもののように使ってるけど、はい、完全にそれはあるので許可出てるから。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.